はい、メルス山古墳ちょっと行ってみましょうね。もう244メートル、250メートルぐらいの古墳やらしいんでね、前方後円やけど、いやすごいね。これは公園になってるな。これなんかないかな、何にもわからんね、これ。こっち頑張ってみようか。中から、あ、ここから上がれるな。ここから上がってみましょうか。ちょっと待ってくださいや。これは公園墳の方になるのかね、これ。夜にもらって絵になってるけどね。ということはね、法墳の方はもう木がないです。あれ、何にもないね。うん、ここやっぱり縁を踏んでる、こう見た感じね。竹がだいぶ茂ってますけどね。これは何にもないですね、案内板が。うん、そっからね、ポールが立ってんやん。あの先行けんのかな。ああ、なんか行けそうやね。ポール立ってるけど行けそうです、あそこ。おお、こちらの方はもう、ヒノキは、大きなヒノキはね。回れるかね。お、車があるな。あらあら、これお墓もあるの。違ったんだわ。なんか入りますけどね。この山です。ね、一周回ってみましょうかね。看板も何もないだ。ほだかんで看板がこれ。ここ見せはこの看板がありましたよ。古いね、この看板。え、全長230メートルぐらいあるな。これ奈良の教育委員会やから、奈良県やね、これ。いや、可愛くやね。これずっと回れますか。どうでしょうかね。メルス山古墳で人気なんでね。はい、こんにちは。ここ行けるんかな。これよその時やと思うんやけど。その道。ああ、この道はぐるっと行きます。あ、そっち行きましょう。はい、すいません。はい。あ、かわいいかわいい。そこは新木屋だけちょっと入ったことないんやけど、ないかけど。今度はぐるっと回って見えましたんか。いや、そこから上がってきましたね。ああ、そこの桜並木のところ。はい。はい、ほんでちょっと一回回ってみようかなと思いました。ありがとうございます。すいません。そこからぐるっと。ここでですね。はい、すいません。ありがとうございます。横がね、ちょっと行けそうでもないんかな。ちょっと入りそうなんですけどね。こんな感じですね。こっちやっぱ縁墳ですかね。こう、あれは衛星写真で見てもね、ちょっとイギリスでわからないんでね、あの前方後円かどうかちょっとわかりづらい。から回るらしい。地元の方もわからないで、回ったことないってね、おっしゃってたんでね。茶臼山古墳からすぐですけどね。うん、やっぱあの辺歩けなかったね。歩けないな、あれな。
小僧神社ね。はい、ありがとうございます。失礼します。なんだこれ、これはお家が入れてるね。まわし、ちょうど日曜日がまわしいんです。ここね、春日神社です。春日神社。はい、失礼します。お腹痛いだこれ、春日神社。ほらほら、はいはい、すんまい、入ることべかず。はい、すいません。これ右行きましょうかね。歩けなかったね。ここに行かれへんのかね。左道ないかね、これ。ほらほら、行けるかね。行けるかね、これ。あ、行けそうね、行けそうで、行けそうでないよね、わからんな、これ。これ死ぬかもね、これ。ワンちゃん怒ってるね。これ何？八坂神社。古墳の中に八坂神社あんねやろかね。これはね、出れないね。これ見ちゃうね。八坂神社、ちょっとね、迷子になっちゃうんです。これ、清め。連邦公園の中に神社があるのかね。小学生がもう一度飾ってあるよ、ほら。あら、どうやって行くんだろうな。あそこから降りるか。これはあれは自宅の中歩いてるのかもしれんな。ちょっと回れなかったね、横の中で。これはちょっと掘りは難しいね、ここでは。だんだん掘りも難しそうやね、これは。すごい風でね、冷たい、手が冷たいわ。いやいや、電池がないぞ、電池が。これか。どうなんだ、これ。これ見たら家やな。左行ってみようか。左行ったらどこ行ったんだろうね。250m やから、そんなあるか。電池が問題やね。ほんでホトタンめちゃもうよくはもうよくなんだよね。で、こっからあら行けないね、これは。ピ
ス行かれへんな。電池が切れるか、どっちが入ったバーベルさんかな、強制やね。イメージ的な町はこの村なんだけどな、よく道がないんで。この表情裏なんだよね。危ないね、こんなとこ。来てあるね。今度は看板が、大きな看板があるね。7看板やろうね。看板何も書いてなかった。これわからんな。コランコ踏んか。さっぱりわからんな。どっから来たんだろう。これはちょっと大きすぎるね。ちょっとイメージより大きすぎるね、これね。どっから入るとこ思えんのかね、これ。全く入ってないね。ここなんか道あんねんけどね。わからんな、これ道があったからな。ここがやっぱ豊富の先端部分かな、これ。そういうこと、これ回るとね。いや、わからんな、この形で。随分いろいろ削った跡あるんでね、わからへんな。こうやろう。こっちが豊富で、あっちが名分か。だいぶ回ってるかな。道を回ってんだけどね、あそこで行けないな、行けねえませんね。ちょっとわからんな、歩いただけでは。こんなんやね。これ道入ったんじゃないかな、ひょっとすると。これ見入ったとこじゃなかったんやろうか。あら、違うな。違うんですけどね。どうも地図がわからない。これ上がってみようか。これ上がってみましょう。だいぶイメージ的にはちょうどこの裏ぐらいやけどね。もう電池がないね。さあ、一周回れるか。一周回れるかね。電池が階段上がって、おお、まだ階段。また階段。
ほうほう、はいはい、分からんな。これで上がるか。いや、結局わからないね。どこなんだろう。車止めた場所もわからないよ。ね。分からん、たっぷり分かりませんわ。いや、この辺はこの辺やね。もう近いんだけどね、おそらくね。いや、これやろ。ここです、ここです。やっと到着しましたね。ここにほら、何も書いてないね。これやっぱりね、崩れてるか分からへんねんな。これか、一番生産が興奮の随分回ってるね。外なんです。形状はちょっとわからないね。歩いただけでは。看板も一個もなかったですわ。これだけうまかったんやけどね。ここで、ここでよかったよな。ここで一周やけどもね、どうもね、わかりませんよ、ここは。ここから上がれるのかね。ここから上がれるようになってるのね、これ。これはちょっと、道路ってことかな。なんか歩いた跡あんねんけど、これ歩いた跡あるある。この線に沿っては歩けないですよ、ここはね。なんかものすごく大回りやから大変。こっちが豊富の方ですよね。で、こちらの方がね、おそらく縁を踏んでしょうね。まあ、後で見てみよう。地図でね。ナビではね、全然出てこないね、形がね。いや、ここまでよ。ここに行けないわ。はいはい。
んなとこです。おお、大きな夏みかんになってますね。はい、明治山古墳と思います。これわからない、ね、はい、ありがとうございました。